まずこれがキックですよね。はい。かなりいい感じだと思います。アクションの、ラインオブアクションも結構わかりやすいし、2日でも、個人的には少し、どこを見ていくのかっていうところが少しなんか散ってるというか、はい。一番は多分ここに目が行ってほしいと思うんですよね。だから、例えば、はい、あともう一つ、肩がこう上がってるポーズってすごいいいと思うんですよね。力強い感じで。肩上がってるときに自分がよくやるのは首を前にするんですよね。肩が上がるときに首を前にすると、もう少しこう、力が入ったようなポーズに見える。あ、はい。こういう感じで、首が前に。そうすると肩がもう少し上がったようにも見えるんで。あ、なるほど。はい。はい。あとは、個人的にちょっと見たときに、ちょっと画面に対してフラットな感じがしたんで、このラインが。あ、もう少しなんか、例えば、はい、このラインが、こっち側に来てて、足がここから始まって、で、こっち側が裏に来るような感じ。あ、すると、なんかもう少しこう、で、あとなおかつ、これくらいの角度にした方が、今こういう足になってるけど、こうやってやった方が、なんかこっち側の目が持ってきやすいかなと思いました。はい、わかりました。あとなるべくこういうキックに足をキックのポーズっていうのはなるべく目に腕に足をあ、ごめんなさい、腕に目を持っていかないようにしたい感じがするんですよ、個人的には。はい、なるべくなんかあんまり主張がないくらいの位置に置いておきたいかな、腕は。って感じですかね。でもそれ以外はかなりいいと思います。それ以外というか全体的にかなりいいと思います。はい、ありがとうございます。で、これは、怒ってる感じ？あ、そうですね。なんかこう、気に入らないことがちょっとイライラしてるみたいな。イライラ？そうですね。はい、イライラしてるのであれば、個人的にパッて見た時のこの絵の印象だと、なんかムスッとしてる感じに見えた。イライラとムスッとって何か違うかっていうと、イライラしてるのであれば、なんかもう少し全体的に体に緊張があってもいいかなと思いました。例えば今このパッて見た時のこの絵の全体的な印象って何かっていうと、リラックスなんですよね。どっちかっていうと。で、このリラックスっていうのは、その普通の、はぁーとかリラックスじゃなくて、前にも話したかもしれないです。まあ、もし、みんなもしこのリラックスと、あ、緊張と緩和か、緊張と緩和っていうのが、もし分かんなかったら、ツイッターの方の記事もちょっと参考にしてほしいんですけど、リラックスっていうのは力が抜けてる感じ。良くも悪くも。はい。頭が斜めで、手こう置いて、はぁー。って感じのやつになってるか、なんか呆れたりとか、なんだあいつはみたいな感じの、小学校で少しちょっと大人びてる、あいつら子供だなみたいな感じで遊んでる友達を見てる子みたいな感じちょっと見えるから、そのなんか安定感というか、はい、その安定感が、まあ、これが合うし状況もあったりとかするんですけど、このキャラクターが。はい。自分がまずどっから行くかっていうと、イライラしょ。イライラしてたら多分正面ですね、多分かも。正面の方が、緊張状態作れるんですよね、正面の。ああ。これだけだいぶ違うじゃないですか。
斜めになってあーって怒ってんのと正面向いてる時のこのイライラ感っていうのがあいつムカつくかみたいな感じになるから。なるほど。足も少しこう内側入れてだけで体に緊張感が出るから。腕はね、なんかすごいいい方向だと思うんですよね。これで腕をこういう風に立てたら最高だと思います。あ、はい。腕のなんかこのチョイスはすごいいいと思う。こうやって角度がついてて、これまさに緊張だから、こういう形って。だから言ったら多分頭だけかもしれないですね。大きい要素で言ったら頭と目、目にもう少しこう緊張感があるというか、こういう感じで。はい、方向性は悪くないと思います。ただやっぱり目っていうのはこういう演技とか感情において顔の表情とか頭の角度とかいうのは一番最初にやっぱ目が行くから、はい、そこにちょっとリラックス要素があるとやっぱそっち持っていかれちゃうんですよね、全体の印象が。あ、今、なるべく左右対称にならないようにしてるんですけど、はいはい、緊張の時っていうのはあんまりその左右非対称にしない方が緊張感が伝わりやすいとかありますか？いや、あの緊張に関しては別にあの左右非対称でも全然大丈夫。あ、はい。ただ気をつけなきゃいけないのは驚いた時とか、うわーって驚いた時とかには左右対称にした方がよくて、怒ってる時もイライラはまだ自分の中で割とコントロールできるじゃないですか、はい、イライラはコントロールできるけど、コントロールできないのは激怒とか。あー、はい。だからこういう感じの激怒した時とかはコントロールできないから左右対称の方がいい。イライラくらいだったらあのムスッとしてるのと近いからこういう感じの表情とかしても違和感ないと思う。でこの表情を作りながら緊張感を出せるからあの大丈夫です。あ、わかりました。はい。これは棒を持ってポーズを決めてるところですかね、はい、そうですね。なんかあの振る直前みたいなちょっとためのポーズ。あー、アンティスペーションみたいな。そうですね。個人的にこれってこっち側に振るってことですよね、多分こっち側に手前側に。あ、そうですね、はい。こう難しいと思ったのが、なんかこう、こっちの手確かに出したいのはわかるけど、こうすると、こっち側の腕があんまりこっち側に触れないんですよね。できたらこっち側のアンティックして、で、ここからこう振りたい気がするから、こっち側動きの。はい、ああ、はい。だからなんか、このチョイス悪くはないんだけど、こう手をこっち側にやるっていうのは、アンティックがどれくらい出せるかっていうのが、ちょっと、なんか難しい気がちょっとしたかな。いや、これも同じく、ちょっとここがフラットな気がするから、体が。こっち側に振るのに対して反対側に振りたいから、これに例えば腕があって。多分もう少しね、あの、こういう感じで、足はいいと思うんですよね、こんな感じ。このなんか安定感いいですよね、足の。ああ。まあ今の段階でも全然いいと思うし。やっぱ動きだ、安定感って作るのって動き、激しい動きの時に大事だと思うから。はい。背中は今この書いたみたいな感じで、こうひねりがあるといいですね。あ、はい。こうあって、ここに背中のラインがあるとしたらこういう感じになる。背中が反対側ちょっと見えてこっち側につながるような感じ。そうするとこの腕がこっち側に見れるくらいのところに来て、棒をつかんで、あ、ごめん、棒をつかんで、で頭だけ、頭はこの角度でいいかもしれないです。頭だけこっちに見えてる。できたらこの棒をやっぱ一番見せたいから、ここが見れるようにしたいから、シルエットを外に出しておく方がいいかもしれないですね。ああ、はい。出ました。
このなんか手前側に腕出すのもありっちゃありなんですけどね、全然悪くはないと思うけど、でもこのアンティックしてると次のポーズの入ることを考えると、次のポーズで割とこうスッてこう振った激しい動きがあると思うから、アンティックあんまりカメラに近すぎない方が次のポーズが生きると思うんですよね。ああ。なんか決めポーズで、今のが決めポーズだったらありだと思うんですよ。これで最後こうやって手出したところで決めポーズだったらありかもしれないけど、そうじゃなくてこれは動きのアンティックだから、アンティック小さくしてバッて次のポーズの時にカメラの前にすごい腕を振った方が、あの見栄えがいいような気がします。はい、わかりました。かなりでも動きのなんかダイナミックさとはすごい伝わってくるんで、あのすごい方向行きたい方向性はすごいいいと思います。はい、ありがとうございます。